9年連続で赤字続き？これって大丈夫なの？ああ、ジャパンディスプレイか。ジャパンディスプレイが黒字化できない理由は、いろいろあるみたいだが、さらに最近だと、ある事業からも、撤退することにしたようだ。赤字続きに事業撤退？内容が気になるわ。それじゃあ今回は、ジャパンディスプレイの赤字事情について、語っていくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、ジャパンディスプレイの歴史を簡単に紹介していこう。ジャパンディスプレイの大元が誕生したのは、2002年の日立製作所だったんだ。日立製作所って、電機メーカーの日立よね？ああ、フェイスケア用品から住宅設備まで、幅広く扱ってるあの日立だ。2002年、日立製作所から、ディスプレイに関わってた部門が分社化した。それが日立ディスプレイズ。日立ディスプレイズは、何を作っていたのかしら？テレビ向けのパネルを製造してたみたいだな。そして2012年、日立ディスプレイズの製造ラインは、産業革新機構に買収される。ふーん、何か目的があったの？ジャパンディスプレイの名で、日本の中古型ディスプレイ会社を集約するためだ。中古型ディスプレイは、スマホのパネルやモニターなんかに使われてるぜ。なるほど、テレビからスマホに転換したのね。そういや、産業革新機構って？産業革新機構っていうのは、政府が関わってる投資機構のことだな。その産業革新機構によって設立された、ジャパンディスプレイ社は、ソニー、東芝、日立三社の、ディスプレイ部門を引き継ぐ形で誕生した。ジャパンディスプレイの大元は日立で、そこから三社が引き継いだのね。初めて知ったわ。それじゃ、ここからはジャパンディスプレイと、スマホの話をしていこうか。ジャパンディスプレイは以前、スマホ向けの小型液晶で、高いシェアを誇っていたんだ。テレビからスマホに特化するようになったんだものね。具体的にどれくらいシェアされてたの？スマホのディスプレイに使われるパネルを見てみると、出荷額ベースの市場シェアは創業から2018年まで世界一位を獲得している。世界一位？想像を超えてきたわね。出荷量ベースの市場シェアを見てみても、2017年までは1位となっているんだ。その大きな要因としては、ジャパンディスプレイがアップル社と取引していたことが大きい。ということは、iPhone に液晶を提供していたの？その通り、アップル社との取引は、もともと東芝が行っていたんだ。それをジャパンディスプレイが引き継いだのね。ああ、iPhone5 から iPhone7 までの、最上位スマホには、ジャパンディスプレイの液晶が、採用されていたんだぜ。iPhone5 の発売が2012年で、iPhone7 の発売が2016年だったわよね。最上位の iPhone に日本製の液晶が使われていたって、なんだか夢があるわ。まあ、ジャパンディスプレイには高い技術が集まっていたからな。そうね、ソニーと東芝と日立を統合した会社だもの。とはいえ、そのアップル社との取引の割合が少し大きすぎたんだ。というと、2016年にはアップル社の依存率がなんと5割を超えていた。うわ、ちょっと依存しすぎね。後から詳しく説明するが、これだけアップル社に依存していたのにもかかわらず、アップル社との取引はその後、縮小してしまったんだ。それが、業績悪化の大きな原因になったな。5割も依存してたのに、取引縮小？一体どうなっちゃうのかしら？じゃあ、最近の経営状況を見ていこう。まず、冒頭でも話した通り、ジャパンディスプレイは、9年もの間、赤字が続いているんだ。9年も赤字って相当じゃない？最後に黒字だったのは2014年ってこと？そういうことになるな。2014年は、ジャパンディスプレイが上場した年だから、上場後はずっと、赤字続きってわけだ。そんなに長い間、赤字だったなんてヤバすぎ。ジャパンディスプレイはずっと赤字だが、特に、最近は致命的な状況にあるんだ。2023年4月から6月までの決算では、なんと122億円の赤字を記録している。さらに言うと、2022年は50億円の赤字を出しているな。50億から122億？さらに悪くなってるじゃない。昨年度の最終的損益を見ても、258億円の赤字を記録。258億？スマホの液晶って、そんなに売れてないの？いや、採算が取れなくて、実はスマホから撤退したんだ。撤退？だって、ジャパンディスプレイは、スマホ向けの液晶を中心に、作っていた会社でしょう？2018年には株価も100円を切るまでに下落し、2019年の債務超過は1000億円。それでも潰れないから、ゾンビ企業と呼ばれるありさまだ。不思議なんだけど、債務超過1000億円、9
9年連続赤字の企業が、どうして潰れないの？歴史を紹介した時に、ジャパンディスプレイの設立には、産業革新機構が、関わってるって話をしただろ？産業革新機構って、政府が関係してる投資機構よね？わかった、国が投資してるから、簡単に潰せないとか？そう。ジャパンディスプレイは、国から、累計4000億円以上の支援を受けているんだ。4000億円も？だからゾンビ企業なのね。さらに、ジャパンディスプレイには、黒字化を果たせない根本的な原因がある。根本的な原因？一体何かしら？原因は主に6つだ。そんなにあるの？一つ目は、伸びしろがなかったことだ。ジャパンディスプレイは、ソニーと東芝と日立が集まった会社なのよね。高い技術は持っていたけれど、逆に言えば、それ以上伸びる可能性が低かったってこと？ああ、3社ともすでに高い技術を有していて、伸びしろが乏しかった。だから、3社が結合したことによる、恩恵も少なかったんだ。二つ目は、リストラできなかったことだ。まあ、国が関わってる会社なわけだし、簡単に解雇なんかできないわ。ジャパンディスプレイができた、2012年は、欧州経済が停滞していた。不況だったのよね。しかし、当時は世の中から、リストラするなんてありえない、みたいな圧がかかっていて、複数の会社の人員を抱えているのに、リストラできなかったんだ。ジャパンディスプレイには、国が出資していたんだし、余計にそうよね。それと、ジャパンディスプレイは、人員解雇以外のリストラにも消極的だった。解雇以外のリストラ？ああ、工場の縮小だ。なるほど、複数の会社が集まってるわけだから、工場もたくさんあるはずだわ。でも、コストを抑えるためには、たくさんある工場の中から、使う工場を選別しなきゃならない。ジャパンディスプレイは、大きい工場を作ったのにもかかわらず、効率が悪い、小さい工場を閉鎖しなかったんだ。コスト削減に失敗したのね。3つ目は、迅速な経営判断が、できる状態ではなかったことだ。ソニーと東芝と日立の関係は、ほぼ対等だったからな。対等でもいいじゃない、何か不都合があるの？複数の会社が合体した場合、親会社、子会社など、立場がはっきりしてないと、経営判断のスピードが遅くなるんだ。毎回3社の意向を、平等に反映することになるからな。なるほど、何かと、スピーディーに動きにくいってことね。それと、ジャパンディスプレイには国が関わってるだろ？だから、会社の経営計画を決めるのには、経済産業省と、産業革新機構の承認が、必要不可欠なんだ。その工程、時間がかかりすぎるわね。四つ目は、マーケティング能力がなかったことだ。さっき、ジャパンディスプレイが、アップル社に液晶を提供していたって話をしたよな？霊夢、なぜアップル社は、ジャパンディスプレイの液晶を採用したと思う？もともと、東芝とアップル社が取引してたのもあるでしょうけど、ジャパンディスプレイが、アップル社に高い技術力をアピールしたからじゃないの？それが違うんだ。アップル社はもともと、サムスンの液晶を採用していたんだが、スマホのデザインをめぐって、サムスンと仲が悪くなってしまった。まあ、ライバル同士だものね。そこでアップル社は、サムスンの液晶を使うのをやめた。それで見つかったのが、ジャパンディスプレイだったと。そういうことだな。ジャパンディスプレイが、積極的に自分を売り込んだわけじゃない。実際、ジャパンディスプレイは、アップル社以外のメーカーとは、ほとんど取引できていないから、特に営業力が優れているわけでもないんだ。アップル社に半分も依存してたのは、そういう理由があったのね。5つ目は、有機 EL ディスプレイを生産できなかったことだ。正直言って、これが一番大きいな。有機 EL って、液晶よりも画面が綺麗に見えるやつよね？その認識で問題ないぜ。ジャパンディスプレイは、液晶ディスプレイのみを生産していたため、有機 EL の生産ラインを持っていなかったんだ。だが、困ったことが起きる。なになに？2017年、iPhone に、有機 EL ディスプレイが採用されたんだ。ジャパンディスプレイは、有機 EL を作れないのに、あんなに iPhone に依存してたんだし、かなりまずいんじゃない？有機 EL を生産できなかったのが原因で、頼みの綱だったアップル社との取引は、縮小しちまったからな。というか、どうして有機 EL の生産ラインがないのよ？有機 EL の研究をしてないとか？いや、一応研究は進んでいて、資金があれば、有機 EL の生産はできるらしいんだが、何しろジャパンディスプレイは、赤字経営が続いている。有機 EL の工場を建てる余裕なんて、あるわけがない。そうね、あれだけ赤字を出してるんだもの。新しい工場なんか建てられないわ。政府も、
すでに何千億もの資金を注いでいたし、それ以上の投資はできなかった。それに、有機 EL を作ってるメーカーは他にたくさんあるから、わざわざ、ジャパンディスプレイに、出資するようなスポンサーもいなかったんだ。今さら、資金投入して有機 EL に参入するには、リターンが少なすぎたのね。6つ目は、量産技術を重視しなかったことだ。さっきも言っていたように、ジャパンディスプレイは工場のリストラができず、小さい工場をそのまま残していた。効率が悪かったのよね。ああ、それが原因で、量産につまずいたんだよな。例えば、2018年には、スマホの液晶パネルの出荷が遅れてしまった。その間も、中国のメーカーでは、液晶を量産する技術が進んでいたんだ。液晶ディスプレイのみを生産しているのに、量産技術すら重視されていなかった。これじゃうまくいくはずがないわ。今までどうやって生き残ってきたわけ？じゃあ、ジャパンディスプレイが受けてきた、具体的な金融支援について話していこう。そこ、とっても気になってたわ。まずはアップル社だな。有機 EL は作れなかったにしても、アップル社は、ジャパンディスプレイの液晶を使っていたんだものね。スマホの有機 EL 化は進んでいたでしょうけど、液晶がなくなるってのは考えにくいし。ああ、2018年には、廉価版 iPhone に、ジャパンディスプレイの液晶が採用されたから、取引が縮小したとはいえ、完全に関係が切れたわけではなかったんだ。2016年には工場を建設したんだが、その際にアップル社から、1700億円の融資を受けている。1700億円。さらに2019年には、400億円の支援も受けているな。次は、中台企業連合だ。中台企業連合？台湾と中国の投資ファンド3社で構成される、企業連合だな。2019年4月、中台企業連合がジャパンディスプレイに対して、800億円の金融支援を行ったんだ。その代わり、筆頭株主になって、経営権を得ることになったぜ。そういえば、今までの筆頭株主って誰だったの？やっぱり国かしら？そうだな、産業革新機構だった。じゃあ、これからのジャパンディスプレイは、中台企業連合の傘下に入ることになったのね。いや、それが、うまくいかなかったんだ。え、なんでよ？2019年9月には、中台企業連合の3社が、突如支援を取りやめたんだ。え、金融支援を行うことに合意したのが、2019年4月でしょう？ちょっと早すぎない？まあそうなんだが、2019年6月の時点で、債務超過が772億円だったからな。黒字化する見込みが全くないって、判断されちゃったのかしらね。さて、ここでジャパンディスプレイのリストラの話もしておこう。あら、ジャパンディスプレイはリストラできないんじゃなかったの？国が関わっている企業で、簡単にリストラはできないでしょうし、世の中から、リストラするな、みたいな圧がかかっていたって話だったじゃない。それが、2017年には4736人、2019年には1200人をリストラしてるんだ。4736人ってのは、全従業員の 30% に当たる。ちょっと待って。いきなりリストラしすぎじゃない？というか、なんでいきなりリストラするようになったのよ？石川県にある工場の稼働を、停止したのが大きいみたいだ。そして国内だけでなく、中国での販売子会社の人員も削減している。他のメーカーに転籍したものもいるって話だ。液晶の需要が回復する見込みが立たなくて、どうしようもなくなったってことよね。それに、やったのはリストラだけじゃない。ああ、お給料を減らしたとか？役員報酬を半分以上カットしたり、管理職以上の夏のボーナスを、4分の1から半分ぐらいカットしたり、一般社員の夏のボーナスも、減額するとのことだ。中国メーカーとの競争もあるでしょうし、仕方ないところもあるのかしら？あとは、当時の CEO が辞任してるな。理由は、責任を明確化するため、だそうだ。CEO が辞任するって相当じゃない。さらに、それだけではない。ジャパンディスプレイには、不正会計疑惑もあるんだ。不正会計疑惑ですって？2019年12月、約5億7800万円を着服した、元幹部が、自ら命を絶った。この職員が経営陣に指示されて、不適切な会計をしていた疑惑が出て、第三者委員会による調査が行われたんだ。結果はどうだったの？調査報告書を読んでみると、不正会計は上場直後から行われていたらしい。上場直後？って2014年、かなり長い間やらかしてたのね。ああ、貯蔵品の数量を水増ししたり、費用とすべきものを資産として計上したり、架空の装置を計上したりなど、数々の不正が判明した。やりたい放題じゃない。
だが、意図的に行われたのかどうかはわからない。ということで、経営陣の責任は問われなかったんだ。なんだか納得いかないわね。今後、ジャパンディスプレイはどうなってしまうのかしら ?2020 年に入ってからは、投資会社、イチゴアセットマネジメント株式会社が、ジャパンディスプレイに対して、最大1108億円の金融支援を行うことになったんだ。イチゴアセットのおかげで、1000億あった債務超過も解消されてるぜ。債務超過が解消、これで再建できるかしら債務超過がなくなったとはいえ、未だに赤字が続いてるからな。今後どうなるのかはまだわからない。それにしても、なんでイチゴアセットは、ジャパンディスプレイに投資したの？ジャパンディスプレイには、素晴らしい技術力や人材力があるからだそうだ。資金の問題を解決すれば、ジャパンディスプレイの技術力が、きちんと発揮されると考えたらしいな。確かにそうよね。赤字は続いているかもしれないけれど、ジャパンディスプレイの技術力は、間違いなく本物だわ。2022年6月、ジャパンディスプレイは、次世代有機 EL と称する、E-LEAPという技術を発表した。次世代有機 EL ねー。でも、ジャパンディスプレイって、有機 EL を量産するお金がないんでしょう？どうするのよ？そこに関しては、2023年に、中国のディスプレイメーカーと提携して、解決するらしい。中国に共同で工場を置いて、2025年頃に量産を開始し、黒字化を目指すそうだ。ふむふむ。じゃあ、いい方向に向かっているのかな？今年4月から6月の間に、122億の赤字を出しているわけだし、先行きに関しては不透明だ。ただ、ジャパンディスプレイは2022年、様々な新技術を発表した。さっきの次世代有機 EL とか？ああ、他にも 3D 撮影技術とか、自由照明の量産技術も発表している。技術力の高さで、巻き返せるのかどうかってことね。今後のジャパンディスプレイに注目だわ。みんなはジャパンディスプレイについてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。